Bello ragazzi, io sono Gesus e oggi riprendiamo con Axel War vs World Art Online. Stiamo tornando indietro dal futuro insieme a Yui. お侍さんが現代にタイムスリップするとかあるけど、まさに同じ心境を味わったって感じよね。私今回のこと歌にしてみようかな。おお、いいじゃない。じゃあ ALO でライブやろうよ。俺の店も全面的に協力するぞ。でもセブンみたいには人集まんないと思うよ。なら僕も協力する。前座で立ち回りを見せるとか。シャラップ。オーディエンス集めるつもりならまずは俺様のパフォーマンスを。アッシュ、そうも言ってられないわよ。そうなのです。そろそろ私たちも帰った方がいいのです。だな。結構ここにも長いしちまったからな。向こうに無事帰れるか確認した方がいい。そうですね。名残惜しいですが、全てが解決した今となっては一度そうした方がいいと思います。私もうちょっと妖精気分に浸りたい。別に私たちは妖精アバターになれたわけじゃないの。そうだけど。じゃあお別れですね。でもまたきっと ALO に戻ってこられますよね。どうかしら。例の世界をつなぐ影ってやつが新規データに対するカーディナルの対処なら、近いうちになくなる可能性もあるんじゃないかしら。我々にも生きる世界はある。バーストリンカー一同、祈祷しよう。みんな本当に本当にありがとう。ああ、お前たちがいなければ今回の件はどうしようもなかった。晴れゆき、本当に感謝してる。いいえ、僕も皆さんと出会えて本当に良かったです。お別れの挨拶はそれくらいにしておこうか。しもべ、私もそろそろこの世界に飽きてきました。ストレア、メタトロ、何をためらっているのですか。私たちは元いた世界に帰るだけでしょ。そうだな。俺たちにとってこの出会いは奇跡みたいなものだ。出会ったことに感謝こそする。いつまでも別れを惜しんでたら罰が当たりそうだ。はい。それに21年だろ。別に1000年後ってわけじゃないんだし、俺たちそっちの未来の現実で会うことだってできるはずだぜ。存外すでに出会っているのかもしれんしな。では帰りましょう、我々の世界に。アスナさん、皆さん本当にありがとうございました。僕今回のこと絶対に忘れません。妖精たち、本当に世話になった。達者で暮らしてくれ。ああ、バーストリンカーのみんな、お前たちは俺たちのユイの恩人だ。本当に本当にありがとう。さようなら。いつか必ずまた会おうね。その後、俺たちはユイの目覚めを待ってログアウトした。しばらくメンテナンスが続いたが、やがて復旧すると ALO は元のようにサービスを開始した。
スバルトエリアにはまだブレインバーストの侵食の痕跡が残っている。俺はあの後一人よく考える。千年後の未来の世界、あれは本物だったのだろうかと。あれはユイやカーディナルによって作られた大掛かりな未来の仮想世界のシミュレートだったのではないかと。思考を肥大化させた機関プログラムが暴走してしまい、それにより別の時間流と干渉し、偶発的にブレインバーストと ALO のスバルトエリアをつなげてしまった。そういうことなんじゃないかと。ただあの千年後の仮想世界のビジョンが今も目に焼き付いて離れない。あれが嘘だったとはとても思えない。俺たちは現実を置き去りにして仮想世界を加速させ未来へとたどり着いた。この世界と時間は一体どのようなパターンのルールなのか。俺たちが見た未来は仮想世界が作り上げた未来、それとも実際の未来。晴れ行きの住む未来の VRMMO はソーシャルカメラを利用した AR 的側面も持つ新しい仮想世界だそうだ。今後世界がもっと現実と仮想の境界がなくなっていくんだとしたら、仮想世界のその先にある未来とは、それはそれで真実の未来と言えなくもないのか。なんて俺が一人で考えてても仕方ないことだよな。帰ってきた。ああなんだか久しぶりな気がするわね。きっとこっちだと全然時間経ってないんでしょうけど。ふうね、それはわからないのです。私たちがあちらにいた間、こっちがどういう時間経過のロジックになるのかまだ確かめていませんし、あちらにいる間に千年後に飛ぶなんてことまで私たちはやらかしてしまっているのです。確かに。でもステージも変遷してないようですし、多分大丈夫だと思いますが。ちょっとみんな、不安になるようなこと言わないでよ。私現実に戻ったらおばあさんになってるとか嫌よ。そりゃさすがにねえだろ、浦島太郎じゃねえんだし。ただ私たちはそれくらいの大冒険を経験した。まるで夢だったんじゃないかと思うくらい。安心なさい、ローエストレベルとの時間流は依然変わらぬままです。妖精の世界で過ごした時間はこちらのミーンレベル、ローレベルの時間の速さと変わりありません。それなら安心なの。ヘイブラザーズ、一旦ドロップしようぜ。俺様ベリータイヤドだぜ。そうですね、そうしましょうか。どうした、クロ、いや春雪君、もうみんな行ってしまったよ。はい。彼らのことが気になるのか。気になるというか、今回の一件って決して人事じゃなくて、こっちでも当然起こりうることかなって。そうだな。現実と仮想世界の住人 NPC との問題だけじゃない。現実と仮想での時間差が生まれるこの世界では同じ人間同士でも起こり得ることだろう。生きていく時間の流れの差、それはきっと愛し合う者同士でも軋轢や価値観の相違を生んでしまうはずだ。でもキリトさんたちはこの二つの世界を信じ愛しているからこそ互いに手を取り合う可能性を信じたんですよね。あの未来のユイちゃんを認め、愛し救おうと決断したんですよね。あのままオーバーライドが行われたとして、未来ではバベルが忘れ去られるのか、それとも過去で復活したユイが再びバベルに変貌してしまうのかはわからない。ただキリトたちはあの未来を一度体験した。
決してあんな未来にだけはならないようにと努力するんだと思う。はい、僕もキリトさんたちなら絶対にそうできるって信じてます。ああ、クロー、マスター、早く戻りましょう。あ、みんなを待たせちゃってますね。早く行きましょう。ゆい、いい子にしてたか。はい。そっか、じゃあいい子にしてたゆいちゃんにはこれからピクニックに連れてってあげるね。とっておきの場所があるんだ。はい、ピクニックとっても楽しみです。よーし、じゃあ町の出口までナナと追いかけっこしよっか。ユイの笑顔をまた見られただけで全てが許された気になるけど、きっと実際の未来には今では想像もできない数多くの出来事が俺たちを待ち構えてるんだと思う。バベルのあの悲しみが本当に現実になることもきっとあるのだろう。だから俺たちはあの悲しみを二度と繰り返さないために考えて行動を起こす必要がある。そうでないと彼女の悲しみが本当に癒されることはきっとない。そう、今回はたまたま未来の加速者たちによって助けられてなんとかなっただけだ。これからはユイやユイをはじめとした仮想世界の住人たちがみんな笑顔でいられるような、そんな未来を目指していく必要があるんだ。なあ、大丈夫。俺にはアスナとユイ、そしてこの世界を愛する仲間たちがいるのだから。先輩、大丈夫ですか？ああ、問題ない。ただ、少しばかり考え事をしてしまってな。僕、先輩の言いたいことを分かっちゃいました。え？こんな時キリトさんたちがいればもっと別の立ち回りができてたのに、でしょ？さすがはクロー。別に彼らの助けがなくても我らがレギオン、ネガネビラスの戦力は盤石だと思ってはいるが、彼らのゲームセンスには目を見張るものがあった。それは確かだからな。そうですね。まだ戻ってきて全然時間が経ってないのに妙に懐かしくなっちゃいますね。そうだクロー、君は確かキリトのメールアドレスを聞いていたはずだよな。あ、はい、 ALO の中ではぐれた時とかにやり取りできた方がいいかと思って。非現実的なことを言うのは普段なら私ではなく君の役回りではあるが。あ、なるほど。ダメ元ですけどメッセ送ってみますね。ああ、空の影がまだ消えていない以上届く可能性はあるんじゃないかと考えているんだ。はい、僕もそう思います。またキリトさんたちと会いたくなっちゃったとか寂しくなったとか書いておきます。な、何？別にそういうわけじゃ。わかりました。届くといいですね、僕たちのメッセージ。ああ、そうだな。我らの友、気のいい妖精たちの住む過去の仮想世界へ。E ragazzi, si conclude così Axel World versus Sword Art Online, o perlomeno la storia ci lascia con questo dubbio qua. La nostra email riuscirà a raggiungere Kirito e Asuna? Beh, non ci resta che aspettare i titoli di coda per saperlo, ma nel frattempo io avrei concluso in maniera diversa questo videogioco della serie. Avrei fatto in modo che Haruyuki mandasse la mail non al Kirito del passato, perché in questo caso la sta mandando al Kirito del passato, ma la mandasse al Kirito del futuro, in modo che i due si potessero reincontrare
nel futuro. E sarebbe stato secondo me un finale fantastico. Ovviamente il gioco deve continuare, le avventure devono continuare, per cui la lettera viene mandata al Kirito del passato, in modo che i due possano ancora giocare e divertirsi assieme, una cosa di questo tipo. Cosa che secondo me potrebbero fare benissimo anche nel futuro. Ma, probabilmente Riki Kawahara non vuole spoilerarci se Kirito del futuro è ancora vivo, c'è ancora, fa qualcosa di particolare. Probabilmente perché c'è anche la Digization ormai sotto. Quindi è un progetto molto, molto... Sì, ormai la Digization ne stiamo parlando da 18 miliardi e mezzo di anni, non si sa ancora niente, però. Ci sono tutti i capitoli finiti su Wikipedia, ma non ne sappiamo niente. Vabbè, proseguiamo dicendo che mi è piaciuto il videogioco? Sì. Devo dire di sì, perché il mio primo dubbio non appena ho visto il videogioco è stato... Ehi, queste due ere sono in un tempo diverso. Dobbiamo metterci per forza i viaggi spazio-temporali per collegarle? Sì. Come facciamo a collegarle? Semplicemente tiriamo fuori una storia completamente nuova basata su un personaggio che può sopravvivere tutto questo lasso di tempo. Anzi, può fare molto di più, sopravvivere mille anni. Chi è il personaggio in grado di fare tutto ciò? Yui. Bene, Yui però è molto legata a Kirito e Asuna. Cosa succederebbe se Kirito e Asuna non ci fossero più? E qua è partito tutto il videogioco, ragazzi, e direi che è stata veramente, veramente un'idea fantastica basarlo su questa storia. Insomma, Yui l'abbiamo sempre vista, come ho già detto nel video precedente, come la nostra Beniamina, la IA che era sempre dalla parte dell'uomo, e invece qua non la vediamo come una nemica dell'uomo, ma la vediamo più come una nemica di se stessa, della serie. Tutte le cose che Kirito e Asuna hanno fatto di buono per lei si stanno rivoltando contro di lei, quindi è ovviamente un po' un ossimoro, però ha anche molto senso come cosa. E il fatto che sia nata persona Babel è derivato proprio da questo, da questa solitudine, dal fatto di non riuscire a superare il passato, e che è una condizione molto umana, se vogliamo pensarci. Che altro possiamo dire? Sto vedendo adesso le immagini anch'io dei titoli di coda, che sono le full art che possiamo vedere all'interno del videogioco, e sono veramente, veramente bellissime. Alla fine ci rimane questo dubbio, cioè riusciranno Kirito e Asuna a impedire che Yui diventi alla fin fine persona Babel? A impedire che tutto ciò accada? Non possiamo saperlo, non possiamo davvero saperlo, mi piacerebbe dare una risposta a tutto ciò, ma ci è un po' preclusa questa cosa. Il fatto è che comunque bisogna sempre guardare al futuro, e questa è una cosa che non ci c'è nel videogioco, o perlomeno ce lo dice tra le righe, ma è importante risottolinearlo. E ci lasciamo con questa fantastica immagine qua. Bene, vediamo cosa in serve il dopo storia ora. E fatemi sapere ovviamente se volete un dopo storia, le missioni secondarie, fanno molto più ridere ovviamente, eh. メッセが来た。送信元がわからないな。誰だろう。キリトさん、春雪ことシルバークロウです。このメッセージが届くかどうかわからないけど、一応送信しておきます。実はブレインバーストに無事に戻れたんですが、こっちでまだあの空の影が見えるんです。まだ世界はつながってるってことなんだと思います。だから、まさか。
春雪。黒雪さん。やあ、突然押しかけてすまんな。もう会えないかと思ってたのに。ああ、私たちもそう思っていたが、まだ空の影が残っているなら会いに来ない理由はないなと。今頃また風子がみんなをこちらへ放り込んでいることだろう。あのユイカ、はじめましてと言うべきかな。こんにちは。元気そうで何よりだ。キータ、またよろしく頼むよ。なあ、今度はしがらみなしに ALO の世界を楽しんでくれよ。もちろんそのつもりだ。春雪、一つお前と約束してたな。はい、キリトさんとのデュエル、僕すごく楽しみにしてました。よし、じゃあ場所を決めようぜ。街で暴れるわけにもいかないからな。はい。Ragazzi, quindi come sospettavo, purtroppo visto che il gioco deve continuare, i nostri due protagonisti li hanno fatti ricollegare assieme. Come vedete però abbiamo tantissime missioni secondarie da fare che io non vi ho postato perché magari avevo fatto ma non c'entravo niente con la storia. Quindi la domanda ora è questa: volete continuare Sword Art Online vs. Axel World vs. Sword Art Online anche con le missioni secondarie? Fatemelo sapere. Ragazzi, per il momento io mi fermo qua. Come al solito lasciate un commento, mi piace, iscrivetevi se il video vi è piaciuto. Fatemi sapere cosa ne pensate della storia. Tutto sommato a me è piaciuto davvero molto, perché ogni SAO tocca argomenti diversi e questo, anche questo, non è da meno. Noi ci vediamo quindi in un prossimo video, quindi bella ragazzi.